朝の過ごし方で人生が決まる。学識サロンの前です。今回は松田美弘さんの著書、朝1分間30の習慣、これを紹介していきたいと思います。あなたは普段どんな朝の過ごし方をしていますか？寒いから布団から出たくないとか、今日仕事に行きたくない、こうやって思っちゃう気持ちわかります。ですがもう結論言うと、朝を活かせるかどうかでぶっちゃけ自分の人生って決まっちゃうんです。ちょっとね、想像してみてほしいんですよ。早起きして仕事をすでに1時間置いている。朝のんびり散歩して今日のやる気を補充。朝からポジティブになって美味しいコーヒーを飲んでスタートする。こんな毎朝だったらその日1日最高の気分で過ごせそうじゃないですか。だからこそ朝はマジで重要です。この本にはもうね、1分、朝起きて1分するだけで人生が充実していく魔法のような習慣が紹介されているんですが、どれもね、超簡単で、しかも全てやらなくていい、毎日しなくてもいい、気が向いた時にやってみるくらいでいい、というもう私みたいなズボラな方向けの本ですので、もうね、ゆるーく身につけちゃいましょう。それでは最後まで楽しく学んでいきましょう。一つ目、朝が大事な理由という話です。朝は大事。この言葉っていろんなところでよく聞きますが、具体的にどう大事なのかって知ってる人も少ないですよね。この本には朝が大事な理由がたくさん書かれてるんですが、その中から2つ紹介します。まず1つ目が、目覚めの1分が1日を左右する。これです。朝起きた時、私たちの脳はまだ情報がゼロという空っぽの状態なんですが、この目覚めてから1分間の脳の綺麗な状態をプラチナタイムと呼びます。なんかジョジョのスタンドみたいで超かっこいいですよね。実はこのプラチナタイムにどんな情報を一番最初に入れるかで、その日一日の質が決まってくるんですよ。例えばですが、目覚めてすぐにスマホをチェックして寝ている間に届いたメッセージを読んだり、 SNS をチェックしてしまったりすることってよくありますよね。これがポジティブな内容だったらいいんですが、誰かの SNS を見てモヤモヤした気分になったり、仕事のメールを見てああやらないと、こうやってネガティブな気持ちになると、その後一日をネガティブなまま過ごしてしまいがちなんです。だからこそこのプラチナタイムで大事なこと、それはポジティブな情報だけを先に脳に入れるんですよ。朝起きたらすぐにその日の楽しみなことを意識するようにしましょう。自分が楽しみと思えることなら何でも OK で、それが飲み会でもゲームでも筋トレでも何でも大丈夫です。先に今日の楽しみを意識することができれば、仮にその後ネガティブな情報が入っても、今日は嫌な会議があるけどそれが終わった後の飲み会が楽しみとか、今日のクライアント苦手だけど終わったらジムで汗をかいてスッキリする、こういった具合にネガティブな感情を打ち消すことができるんです。ぜひね、このプラチナタイム明日から活かしちゃいましょう。これ個人的にポイントがあって、毎日一つでもいいので楽しみなことカレンダーとかに書いておくといいです。それを見て今日の楽しみなことが朝起きた時すぐ思い浮かぶんです。ぜひね、やってみてください。次に二つ目が、朝の充実が人生の幸福度を上げる。これです。今朝活なんかが流行ったりしていますよね。これは朝の時間帯を充実させて、その日の幸福度を上げるためにやっているものなんですが、実際にこれ研究でも証明されているんです。トロント大学の研究チームが2012年に行った調査によると、朝活タイプの方がそれ以外の人に比べてより多くのポジティブな感情を感じることが明らかになったんです。つまりこれ、朝をいかに幸せに過ごせるかが豊かな人生を送るための大きな鍵になるということなんです。そうは言っても何したら幸せかなんてわかんないよ。こうやって思う人もいるかと思うんですが、そんな時は朝何をしたら幸せに感じるか、こうやって自分自身に質問してみましょう。焼きたてのパンにバターをたっぷりつけて食べる瞬間が幸せとか、早く起きてストレッチをすることが幸せなど、具体的なことが浮かんでくるはずです。ちなみに私は朝起きてちょっとだけ高めのコーヒー豆を使ったコーヒーを飲みながらのんびり小説を読むのが今の幸せです。ビジネス書じゃなくてすいません。何をすれば自分が朝幸せになれるか分かったら、それを習慣化しましょう。そうすることで一日の充実度が一気に跳ね上がるんです。これどうですかね。あなたが朝これやると自分は超幸せって感じることなんかありますかね。ぜひね、それやってみたいのでコメント欄で教えてください。二つ目、朝にやるべき習慣という話です。この本にはクエスチョン編、アクション編、プラン編の3つの項目から朝1分間やった方がいい習慣が全部で30個紹介されているんですが、ここではクエスチョン編に絞って2つ紹介していきます。まず1つ目が、朝起きたら今どんな気持ち？こうやって質問をする。これなんですよ。多くの人は質問なんかしなくても自分の気持ちくらいわかるよって答えるかと思うんですが、実はですね、頭の中というのは私たちが想像している以上にいろんな感情が取り巻いていて、その感情を口に出すことって案外難しいんです。ですから、今どんな気持ち？と聞いてみてください。実際に口から出た答えこそ、今のあなたの心の大部分を占める思いなんです。この今の自分の気持ちが分かると、今日できるベストの行動が分かるようになるんです。例えば、なんだか分からないけど、朝から疲れている、と答えたとします。
そしたら今日は無理しないで早めに仕事終わらして10時には寝ようといった目的が生まれるんです。自分が疲れていることを認識していないといつも通りに頑張ってしまって余計パフォーマンスが悪くなる。しかもそれだけじゃなくて最終的に体と心を壊してしまいます。そうなると絶対後悔しますから、もうね、自分が自分自身のかかりつけドクターになった気持ちで優しく質問してみましょう。次に二つ目の朝にやるべき習慣ですが、どんな一日になったら最高と質問する。これです。朝起きるとまだ寝ていたいとか会社に行きたくないといったネガティブな感情もどうしても湧きますよね。朝というのは一日の中で最もストレスホルモンの値が高いので、そうやってネガティブになってしまうのはもうねしょうがないんです。でもだからといって毎朝ネガティブに過ごすのはほんともったいないので、そんな時簡単に気持ちを切り替えられるのがどんな一日になったら最高？こうやってね質問をするんです。こうやって質問すると人って今日が終わった時のゴールを想像して最高な状態になろうと体がね動き始めるんです。例えば面倒な仕事が片付いてすっきりとした気分で過ごしたい、こうやって答えたとします。するとそのすっきりとした気持ちというゴールに向かって脳が行動するように指令を出し始めるんですよ。ただ毎朝ゴールを設定するってなるとなんて答えようか迷ったり、ゴールのネタがなくなる人もいるかと思いますので、そんな時に使える3つの意識するポイントを紹介します。まず1つ目のポイントが、どんな気持ちになったらいいかを意識する。何をするかではなく自分の気持ちがどうありたいか最優先に考えるんです。仮に今日やるべき仕事をクリアしたとしても、あ、終わってよかった、頑張ったと思うのと、あの仕事終わったけど何かミスがあったらどうしようと思うのでは、終わった時の気持ちって全然違いますよね。ですから頑張った嬉しいといった気持ちだけに注目するようにしましょう。次に二つ目のポイントが、どんな成果があったらいいか、これを意識するんです。ここで言う成果というのは上司に褒められるとか売り上げが上がるというものではなくて、自分自身が納得できたかどうか、それがねもう成果になるんです。例えばプレゼン資料を作っていたとしたら、誰にどう評価されるかというのは関係なく、自分がやりきった、いいのができた、こうやってねもう自分自身で納得できる基準で設定しちゃって OK です。もうね自分の気持ちが最優先、これがねポジティブになるコツです。最後3つ目のポイントが、どんな喜びがあったらいいか、これを意識する。例えば仕事が終わった後趣味のサークルで思い切り汗をかいてストレスを解消しようとか、子供が寝た後大好きな動画を見ようといった楽しみがあれば仕事も育児も頑張れるようになって、多少辛いことがあってもなんだかんだ乗り越えることができるんです。どんなにも小さなものでもいいので、自分へのご褒美をしっかり意識することができるように自問自答する癖をつけるようにしましょう。これ私最近たまたま自分の喜びとかそういったものをスマホに箇条書きでメモをしていたんで、すごくね共感しました。自分がね喜ぶことってなんだろうって考えるのを案外やってみると不思議なことで喜んでたりするので、ぜひねやってみてください。さらっとまとめです。1、朝が大事な理由。2、朝にやるべき習慣という話でした。この方には今回紹介した以外に充実した人生を送るために朝やった方がいい習慣があと28個も紹介されています。朝が変われば昼が変わり、昼が変われば夜が変わる、夜が変われば一日、それも人生が変わるってことですからね。あなたなりの最高の朝の習慣身につけちゃいましょう。説明欄にリンクも貼ってありますので、気になる方はぜひポチってみてください。あ、ついでに私の初の書籍も読んでいただけると嬉しいです。私は毎朝4時に起きて仕事をしているんですが、その中でも朝やっているリラックス習慣があって、もう個人的におすすめなのが最近は散歩です。朝仕事をしている途中で近くの公園に散歩行ってるんですが、あの公園になんかぶら下がり棒とか腰を回すやつみたいのあるじゃないですか。私ね肩周りが結構凝っているので、毎朝ねあれにぶら下がってるんですよ。もうねおじいちゃんですよね。朝散歩するって太陽の光を浴びてセロトニンなど幸せホルモンも出るし、ちょっと歩くから軽い運動にもなって、めちゃくちゃいい健康習慣なんですよ。そしてね何よりお金がかからないんで、もう最近最強の健康習慣って散歩じゃないって本気で思ってます。散歩よりこれだろっていう最強習慣があったらぜひねコメント欄で教えてください。学識サロンは公式 LINE をやっています。サラリーマンの方でも副業 YouTube で収益を上げる方法から、 YouTube では話していない、まあ、あの超恥ずかしい昔話などを赤裸々に配信しています。今 LINE 登録してくれた方には限定で、 YouTube で稼ぐための裏技5選という実際に私が今までやってみて効果があったノウハウをプレゼントしています。興味がある方はぜひ概要欄へ。さよなら、さよなら、さよなら。